本当だ。これおっちゃんに似てる。こっちはシロッピー。どれも本当に可愛らしくて、ついつい目を奪われてしまいますね。みんなすごいな。ここにあるもの全部手作りなんだよね。はい。それにいろんなお店が並んでいて、見ているだけで楽しいです。あ、このお店イブが好きそうな小物が並んでるよ。実は和柄の小物が遠くから見えたので、さっきからずっと気になっていたんです。あ、ダイさん見てください。このお財布の柄とっても綺麗です。ほんとだ、上品だね。着物の柄みたい。あ、これは。ん？どうしたの？ダイさん見てください。武士がいます。わあ、本当に武士だ。どうやって手作りしたんだろう。すごいリアルだね。この力強い姿勢に、意志のこもった瞳、刀の出来も素晴らしいです。このお人形からはとても強い武士道を感じます。イブ、すっかり気に入ったみたいだね。はい。これだけ細かく作られているということは、もしかしてこのお店は職人の方が開いているのでしょうか。ぜひお店の方にお話を伺ってみたいです。これだけの武士を作れるなら、きっと武士道にも詳しいと思います。でもお店の人いないみたいだね。外出中の看板も出てるし。それは残念です。タイさん、また後で来てみましょう。私は武士道のため絶対にお話を伺ってみたいです。うん、了解。私も聞いてみたい。あ、こっちのお店はアクセサリーを売ってるよ。このイヤリング、イブにすごく似合う。綺麗。とっても嬉しいです。私はこれ、このかんざし、タイさんにとっても似合うと思います。洋服でも合いそうだね。はい、タイさんの黒い髪にはとても映えると思います。イブ、ありがとう。それじゃあこのかんざしをつけて次のライブに出てみようかな。あ、このスカーフはカオルさんに似合いそう。本当ですね。透き通った紫色にストーンが輝いていて、とっても綺麗です。でしたらこちらのネックレスはリサさんに。みんなに似合いそうなものを選んでたらつい盛り上がっちゃったね。はい、こうして見て回るだけでも楽しくて時間を忘れてしまいそうです。そういえば私たちの作ったものもみんな楽しそうに見てくれてたよね。そうですね。バラエティ豊かだって皆さんニコニコしていました。それにタイさんの紙粘土で作ったウサギも、大きいのも小さいのもみんな可愛いって皆さん喜んでましたよ。それならイブの作った武士だって人気だった。こだわりが伝わってくるようだって言われてたよ。本当ですか？頑張って挑戦してよかったです。こうしていろいろな趣味の方と触れ合えるというのは嬉しいですね。うん、私もウサギ好きがいっぱいいて嬉しかった。私、皆さんの素敵な作品を見て、もっともっといろんなものを作ってみたくなりました。作ろうよ。今度はハグミも一緒に。私もウサギグッズもっと作りたい。それではタエさん、お店の当番までまだ少し時間がありますし、次はあちらのエリアに行ってみませんか？うん、そうしよう。